チャオあっちゃんです。今日のおやつは、セブンイレブンで見つけた、ポテトチップス。これね、奥虹まん祭りって言って、地域の商品が今だけ地元の店で買える、地域に根ざした定番の味って、なんかね、地方限定、北陸の味、北陸の味の、ポテトチップスで、白エビをカラッと素揚げした香ばしい味が楽しめるポテトチップスです。美しい桜色に輝く白エビは富山湾の宝石と称されてます。白エビパウダーの中に富山産の白エビ 100% 使用って書いてあるの。カルビポテトチップス白エビ味、北陸の味っていうね、北陸限定のポテトチップスです。これがね、奈良のコンビニセブンに普通に売ってたんですね。はい、カラッと素揚げの白エビ、美味しそうですよね。白エビ、白エビっていうかな、白エビっていうか知らんけどもね。富山ね、時々ね、福島に帰るときに、北陸道通っていくから、北陸のサービスエリアとかで白エビか白エビか知らんけどの天ぷらの丼とかうどんとかあるけども、あっちゃんちょっとエビがねアレルギーやからね、食べたことないんですね。でも食べてみたいは食べてみたいねんけどね、移動中にアレルギー出たりしたら怖いからね、なんかよう食べやんかって、で食べたことがないんだけどもって感じで、ね、それがポテチになって売ってたから買ってみました。はい、食べてみたいと思います。ちゃんと袋の後ろにね、卵、乳、カニを含む製品と共有の施設で作っています、アレルギーに気をつけてくださいいうことで、エビは書いてないよねはい、そのどれもいいんですけども、多分アレルギー大丈夫やと思うんでね、お菓子系のエビってアレルギーそんなに出ない。1回だけ手長エビのなんとかのポテチが入ってましたけど、それ以外は大丈夫やったんで食べてみたいと思います。はい、あ、美味しそうなエビの香りする、エビの素揚げって感じの、美味しそう。小さい小エビやから多分ね大丈夫や思います。あっちゃん小さいエビは大丈夫なんでね。はい、ね、ポテチこんな格好にちょっと曲がってるな、こんな普通の白いポテチです。はい、こんな感じです。はい、でね、そんなにね何がかかってってわけ、ね、でもないけど、香りはすっごいエビの香りがします。はい、美味しそうです。食べてみたいと思います。美味しい。何て言うんだろう、エビの、優しい香り、何だろう小エビのかき揚げみたいな、多分白エビって小さい小エビのかき揚げ、こんな感じ、が、まあ、なんかこれ食べてる感じがする。美味しい。ポテチっていうよりなんかおせんべいな感じがする。なんていうの、こんな白いこれぐらいのやつで、白いおせんべいみたいなのに海苔とかこうエビがピュッてついてる、昔からあるなんかばあちゃんとかが食べそうなおせんべい、あんな感じの味する。だってあれ好きやねんね、結構。おいしい。これいいよ。かっぱえびせんも好きやしね。ちょっとね、エビはね味は好きなんよ。でもアレルギーで食べられないから、これお菓子系でエビ系大好きなんですね。はい、僕は。はい、なんかちょっとしょっぱくって、エビのなんていうのかな、エビの香りがすっごいするから、はっちゃん大好きな味です。はい、ほんまにエビの味がします。北陸の人たちってこれが普通に買える、食べられるっていうか、普通に売ってるって幸せやなって思いました。はい、それはそうと、関西限定のポテチって何なんやろ。これね、ネットで調べてみよう。はい、
今度ね、全国のポテチ、今なんかいろんな全国のポテチがコンビニで買えるって書いてあるから、買えるのかな、他の地方も探してみたいと思います。はい、では、子供たちとみんなで食べたいと思います。点数だっけ、点数やね、点数は、何点にしよう、80点です。はい、美味しいです。めっちゃ美味しいっていうとこまではいかへんけど、美味しいです。はい、ほんま、エビがね、効いてて美味しい。ただね、味が優しいから途中で飽きちゃうかも、っていうとこです。はい、では、なんか止まんないけども、はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。ではまたね、バイバーイ。